白石久子村。白石久子村は、日本の空手屋。愛媛県出身。全日本空手道白石杯と東流県部会、総家琉球随戦憲法保存会の会長。拳歴67年。東山博市県、眞文池県坂座ザハニ吉に支持。108古竜54法を得意とする。12歳より空手を始める。1961年3月31日。 遠山博市県より市販免許の授与と県武士会の同情名を名乗ることを承認されたことにより青少年育成のために空手道の指導を始める。指導方針は道正都市、君子の拳号系を標榜し武道としての空手を深く追求している。1966年12月1日、財団法人全日本空手道糸東会より第3号市販免許授与。 1968年2月1日、マブニ県園より伊都登流最高市販免許授与。1973年10月10日、帝京大学並びに、帝京高校におけるクラブ活動への空手指導の貢献に対し、沖、栄商米理事長より感謝状を授与される。1982年6月1日、ザハニ基地より、琉球随戦憲法8段位授与。また、 2ヶ月間にわたり、海外支部指導のため伊藤東流宗家マブニ県、坂江先生とイタリア・ローマに滞在するなど、各地の支部道場を巡回指導している。1989年1月30日、日本国際武道連盟総裁官員、純人殿下より、空手道球団移住よ。池田区を、近代空手ベースボールマガジン、1986年、20ページ。 空手道名館編集委員会監修空手道名館創造1977年ありがとうございます。